ホセールネストソサは、アルゼンチンサンタフェ州、カルカラニャー出身のサッカー選手、フェネルバフチェ所属、元アルゼンチン代表である、ポジションはミッドフィールダー。2002年から2007年までエストゥディアンテスで、ラプラタでプレー。2006アペルトゥーラの優勝決定プレーオフでは、ボカジュニアーズ相手に、直接、フリーキックで、同点ゴールを挙げ、 1983年以来となるリーグ優勝に貢献した。2007年2月24日、2006から07、シーズン終了後のバイエルンミュンヘンへの移籍が発表され、2月28日には移籍の詳細が公開された。これによると移籍金は600万ユーロであり、将来バイエルンから他クラブに移籍する際に発生した移籍金の10%を エスティディアンテスが受け取る契約となった。4年契約であり、年俸450万ユーロを受け取る。2009年10月、2010年夏までフルス、エスティディアンテスにレンタル移籍することが発表された。2010年8月30日、イタリアセリエ A の SSC ナポリと4年契約を結んだ。移籍金は公表されていない。2011年7月26日、 ウクライナプレミアリーグの FC メタリストハルキウに移籍した。2014年1月1日、エステュディアンテス時代の恩師であるディエンゴシメオネが監督を務めるアトレティコ・マドリードへのレンタル移籍が決定。2016年8月17日、AC ミランへ750万ユーロで移籍し2年契約を締結した。ミランではユーティリティ性が評価され一定の出場機会を得た。 モののレギュラー確保までには至らず、加入2年目の翌2017から18シーズンには、大型補強の煽りを受け抗争外となった。2017年9月8日、スユペルリグのトラブゾンスポルへ、買取オプション付きの1年契約で、レンタル移籍。移籍決定から2日後の9月10日に行われた、現地レルビル DSK 戦で、トルコデビューを果たしアシストを記録した。 2020年8月21日、契約満了によりフリーでフェネルバフチェに加入し、2年契約を結んだことが発表された。2003年には U-20 アルゼンチン代表として FIFA ワールドユース選手権に出場した。2007年2月28日、アルフィオ・バシーレ監督はアルゼンチン代表にソサを初招集した。ヨーロッパのビッグクラブに移籍することと、 アルゼンチン代表に招集されることが夢であった。この木曜日は絶対に忘れないと語った。2007年3月9日、メキシコとの親善試合で途中出場してデビューを果たした。4月18日のチリ戦で初めて先発出場した。2008年には北京オリンピックに出場して金メダルを獲得した。2010年1月23日のコスタリカとの 親善試合では試合開始10分にヘディングで先制点を挙げ代表初得点をマークした。ありがとうございます。